おはようございます。 TBTV をご覧の皆さん、テラケンです。今日はですね、福井県の帰りで、まあその途中なんですけど、また高山市に来てますまた高山市に来てて、宮川緑地公園の駐車場で目を覚ましたんですけど、まあなんで福井県に行ってたかというと、奇跡の中浦がですね、大会でジャッジとかデモとかやるっていうんで、言って遊び来てよみたいな感じで呼ばれたんで行ってきた感じです。福井健康の森で、宮地さんっていう大輔をよく撮ってるフィルマーの方と、当日勝谷ファミリーが来てて、荒野にめっちゃ映像撮ってもらったりっていうんで、すげえ疲れてますと全部違うトリックで攻めてるんで、ちょっと動画出た時はぜひ一応全部見てあげてください。もう滑ってこうと思うんで、それでは行ってみましょう。岐阜県高山市宮川緑地公園でした。もう結構ね、ここ来てるんですけど。でですね、やはりですね、体が重たくて結構ぶちこけるっていう、なんか手首痛いみたいな、なんかそういう転び方が何回かあったんですけど、やっぱあれですね、調子が悪いとか、具合が悪いとか、なんか毎日滑っちゃったりして、こう体が重いみたいな時って、なんか無理するの良くないんだなってすげえ感じました。もうね、福井二日間で結構食らってるんで、はい。で、今10時前なんですけど、で、岐阜県でちょっとご飯を食べて、で、そのまま長野の方向かっていこうと思います。っていうのは明日パークに出勤しなきゃいけないんで、なるべく今日はそんなゆっくりしてらんないっていう感じです。なので、次は、ちょっと観光しながら長野県の方に向かっていこうと思います。では出発していきましょう。
たいの使わないの何やってんのこんばんは、TBTV です。変なの使った話TBTV です。やめろ急すぎ。今日ちょっと取材に来ました。何やってんの騒がない、やばい。お疲れ様です。何やってんの。あの、指付けの動画を撮りに来ました。了解です。はい。決める。うわ、惜しい。違うよね。ダメですか。ダメなんですか。俺なんか。ああ、ブレインドした。ちょっとすいません、もう一回いいですか。あ、興味ないやつ。くっせ。いいでしょ今のは。おざっす、おざっす、うまい、おざっす、おざっす。あざ以上、小倉徹さんでした。大丈夫ですか、マジ大丈夫ですか。全然大丈夫。無気です、無気です。いつもなんかなってると思ってめくっても何も。はい、というわけで、タイムネスポップストアと地の市でした。長野県にこう、つながりがあるのかと言いますと、神奈川県の大根公園にフラッと行った時に、偶然その、この長野県に住んでたフィルミングをしている方がいまして、で、その方にちょっと映像を撮ってもらったことがきっかけで、なんか長野に結構来るようになりました。それでそのタイムネスも繋がって、ちょっと長野、もうこの辺のエリアでは有名なあの、ホビーショップっていう、まあ、スケートビデオがあるんですけど、それのなんか撮影で結構来てたことがあります。うん。10年か。10年ぐらいですね。10年前に初めて長野来て、まあ、そこからね、今でも足を運ぶっていう。まあ今回のその福井に行った件も、まあ、若い頃中浦大輔をうちに泊めて一緒に滑り行ったりとかしてて、そしたらあの、大輔と同じチーム、スポンサーを紹介してもらってとか、まあ、そういう流れってこう人が持ってきてくれるんですよね。で、今回また何年後かに福井で一緒にでもやるみたいな。で、前回あの、勝也が来た時に一緒に動画撮らせてもらって、で、そうするとこう、福井で勝也も、大輔も、俺もいてみたいな。で、こう、なんかその時のメンツでまたセッションできるみたいな。そういう面白いこともあるんで。で、こうして長野にまた来ると、その、そこにいる方たちとまた新しいつながりができてね、こうやって、いろんなところに行くわけですよ。はい。もう、まあ、チャンスは同じところにいても来ないっていう、同じところで同じ奴らと同じことをしてても、なかなかチャンスって来ないですよね。だからこう、たまに外に出てみたり、こう、外から誰かが
自分たちのところに来た時はこう積極的にそこに繋がるようにして輪を広めていくみたいな、今度来てもらったから今度自分もそっち行くみたいな感じでやっていくと、どんどん新しいチャンスが生まれてくるんじゃないかなと思います。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。で今は長野県から下道で帰るんでなんなら福井からも、まあ、岐阜まで下道で来て、で今日も下道で長野まで来て、でこれは下道で神奈川まで帰るみたいな、そんな感じになると思うんで、まああの長距離ドライブですが楽しんでいこうと思いますというわけで以上 TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。